ホームの京都サンガ FC はリーグ中断期間に12人、今週に入って8人の選手の新型コロナウイルスへの感染が発表されました。クラブの力を結集し総力戦で5試合ぶりの勝利を狙います。一方の鹿島レイソルは現在3連勝中です。さらなる上位進出に向け高いインテンシティを生かした戦いで4連勝を狙うゲームということになります。さあ今日のスタメンなんですけれども、こちらは 3-4-3 と予想しています。佐藤さん、どのあたりがポイントになってきそうでしょうか。はい、ある程度ね、4バックそして3バックと、ね、併用で使える中である程度躍動感、そしてサイドバックがスッと下がって重心を下げた時のきっちり守りきる、そしてマイボールになった瞬間に高い位置を取ってサイドで数的優位を作りながら崩していくというところが京都にとっては武器の一つだとは思います。はい、一方アウェー鹿島レイソルのスタートと予想フォーメーションです。こちらは 3-5-2 と予想しました。佐藤さん、どんなところがポイントになってくるでしょうか。はい、相手ボール時にディフェンスは最終ライン5枚にスッとおります。その中で、2列目中盤は3枚、そして前線は2枚という形で自分たちのスタイルが確立していますから、この 3-5-2 もしくは 5-3-2 というスタイルの中でどういうふうに変化していくかというところも注目ポイントだと思います。そうですね。縦にスイッチが入る、ここに上島、まあ、先ほどもありましたけれども、ね、いや、連続して、ね、手が出てきますからね。さあ、そして滑りスタート、ここは高津シュートだ、武田が決めました。一瞬の突きを突きました。武田 J1 初ゴールです。京都さんが先制、武田翔平全 J1 初ゴール。クイックリスタートは福岡ですかね。このシーンでやはりちょっとマンツーまで潰しに行った時に手が出てしまいましたね。そういうところで少し柏の最終ラインの足が止まりました。そして福岡はすかさずね、ここにフィードした時に柏の高橋と佐々木のコーチングがうまいこといかなかったことによりこぼれ球を武田が見逃さなかったというところ、きっちり先制を仕上げたと思います。前に福岡ディフェンスラインの裏、スルーパス、キーパー出ている。いや、よく佐々木飛び出しましたね。ここは佐々木よく飛び出しました。いや、かなり際どいタイミングではありましたが、佐々木が思い切って飛び出しましたね。そうですね。そして守備陣のファイバックの間に強化が顔を出しますからね、かなり手こずってる状況でしたね。はい、松田千枚入れ替わった。ああ、よく体を投げ出しましたね。上島が体を張りました。まだある。福岡クロスが入る。豊川こぼれたところ、松田天馬中にクロスが入る。ここは駆け出したか。ここは駆け出した柏。京都がビッグチャンスを迎えました。最後竹富が飛び込んでこぼれたところに対して荻原も反応したんですけどもね、竹富が触ってしまったんでしょうかね、はい、入れ違いになってしまいました。じゃあ小山津、中に細谷が待っている。どっちだ。形でしたけれども、シュートに行ったドッジに体をつけて自由にさせなかったのは川崎でしたよね。この位置に椎橋がこの位置まで降りてビルドアップに参加しています。ここはゴールラインを割りました。京都さんがの連携ミスから、柏レイソル追いつきました。こういうところでプレッシングに行ったところで背後に飛び出そうというところ、ね、ここで本田のがさっき体を入れたんですが、このドッジのプレッシャーによりボールが浮いてしまったことで上福本も対応ができなかったですね。そういう意味でこのドッジのプレッシングに勝算を与えるべきでしょうね。京都本田のオンゴールだったでしょうか。このこぼれ球、井上が回収。左足のクロスだ。竹富シュートだ。ここは佐々木左手噛み出しました。よく狙いすました。シュートを打ちましたし、佐々木もよく最後まで体を安定させて倒れに来ましたね。はい、カッチ、そしてどっちがボールを受けに走ります。クロスが入る。椎橋だ。上
に福本抑えました。どっちの飛び出しも良かったですし、新橋へのパスのスピード枠を捉えることができましたけれども、上福本よく対応したと思います。はい、メンデスから最終ライン井上、井上からロングフィード、宇高を狙ったボール、宇高トラップした、宇高サードレッドか。井上のボールも的確でしたしね、宇高の飛び出すタイミングが良かったとは思います。ちょっと今日宇高のそのボールのフィーリングが少し落ち着かない分、一つ目のタッチで自分の蹴りやすいところに置けなかったのでね、狙い澄ますことがちょっとできなかったですね。原へのボール、ここは川崎がボールを奪うか。さあ柏上がっていく、ここは武藤へのスルーパスはメンデスがカット、そして宇高に当てて新橋、武藤へのスルーパスだ、武藤だ、アディショナルタイム、武藤が決めました。柏勝ち越しゴール、武藤が決めました。ネルシード監督ガッツポーズ、ゲームが動きました。アディショナルタイム、柏勝ち越し。武藤のゴール、柏劇的勝利で4連勝を飾りました。京都もよく戦いましたが、武藤の一発に沈みました。